はいどうも、笹丼です。今日は久々にね、外からってことでやってますけども、ロケなんですよ、でね、こんな方も一緒にいますね。はい、はい、青広さんです。はい、結構お世話になってるんで、今日もいろいろやってますけども、ここは梅田です。ね、こう見ると絶対映ってないと思う。まあ二人で楽しくやってますけど、今からご飯、ご飯に行くんでね。俺的にはね、なんかオムライスとかの方がね、はい、オムライス、地元で食ってるやつが何も怖いんだよ俺。すごいよね、そのなんか、なんつうの、癖というか、地元の味が、まあいいことですけどね。怖いんだよね。ああ、そう、うん。まあこんな感じで、二人仲良くやってますんで、はい、まあ、それでは、さよなら。